も第一番チャンネルです。どうも田中大輔です。よろしくお願いします。さあ今日は一人なんですけども、第一番チャンネルもですね始まって結構、やってますけど、なんせですね本編以外の YouTube が全然伸びないということでですねやっぱり自分たちではダメだなと気づきまして、第一番1話終わってこれから2話ありますけども、今日はこのお二人に来ていただいております。どうぞ。はあ、おおどうも。うわ、見たことある。どうもどうも。見たことある。どうもごきげんよう。どうも。はい、じゃあ自己紹介をお願いします。はい、沖縄のお笑い事務所 FEC から来ました知念慎吾と申します。お願いします。あー芸能人だ。うわどうぞ。はい、チームスポットジャンブル末吉浩二です。あ、よろしくお願いします。よく見たことある。ちょっと大きくなってるけど。どうも、今日はですね、この3人でお届けしたいと思います。いやー、なかなかない3人揃い組ですね。ね！ね！こっちとこっちは、あれでしょ？映画やりましたね、一緒に。あ、そう、映画やりました。で、こっちとこっちはあれさ。あれですもんね。はい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 。こっちとこっちは、剣のお仕事で一回一緒になってます。あー、なるほどなるほど。正しいやつ、記憶正しいやつでね、一回一緒になってます。みんなね、お互いに仕事はしてたんですけども、うん、今日、3人で画面に立つっていうのは、多分、この絵面はない。地上波ではまずないですけども、うん、YouTube でも初めて。うん。いやー、何が起こるんでしょう。ね、どんな気持ちでみんな見てるんですかね。複雑な気持ちじゃないのやっぱり。なんで複雑な気持ち。はい、でもどれぐらいぶり、撮影の前に1回稽古したぐらいですもんね。そうそう、1回稽古して、ね、うん、で本番臨んで、そう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 、撮影稽古したままでした。ん、稽古したままでした。立ち回り、はい、うん、あ、アクション稽古したままでした。ほぼほぼ多分。あ、本当ですか。ね、そのオファーがあって、はい、稽古して集まったさ、はい、みんなで集まって、それから1ヶ月ぐらいあかんかった。開きましたね。小路さんも開いた、ね、小路さん後半だったから。そうそう、俺撮影日話数は1話なんだけど、撮影日がもうケツの方だったから。そうそうそう、ライター組むのが結構時間かかっちゃって。そうそうそう、それで後ろの方だったんですよ。だからもう立ち回りも忘れてて。一生懸命やってたね、始まる前に。そういう稽古の意味。そうそう、稽古の意味がなかった。じゃあまあ、でも V コンは作れてたからね。うん、そうそう、コンテ、コンテがあったから、まあ、映像を見ながらどうにかなりましたけど。うん、そうそう、僕、稽古したじゃないですか。うん、撮影日結構近かったんですけど、うんうん、全部変わってました。全部手が全部変わってました。え、はい、なんかなんか鉄パイプ持ってポコ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 みたいな、ベレンダみたいな。そうそう、そういう練習を見た。なかったです。太鼓の達人みたいな。そうそうそう、お早いなって思ってた。なかったです。あ、そうなんだ。そのプロトタイプがあって、まあ現場のそのロケーションとかと比べて、あれでしょ、変えたってことでしょ。うちのアクションコレオグラファーの小橋川飛鳥君がですね、全部つけたんですよ、アクションね、つけが。それを荒川さんに全部直されて、泣き物にされたって。なるほど、はい、いや、その、泣き物にされたっていう回は別の回で YouTube に載ってますんで、お話ししてますんで。結果、アクションコレオグラファーって手付け師のことなんですけど、うん、1話から10話まで全部つけて、結果自分が残ってるのは10話の一部分だけっていう。何やったわや。だけど1話からちゃんとアクションコレオグラファーって名前が出てるんで。なるほど。でも俺文句も言わないでちゃんとしたかったよ。いや、もうありがとうございます。いやいや、全然全然したかったよ。もうだってもうアクション今や、うん、あれじゃないですか、今超忙しい3人組じゃないですか。バイトがね。そう、本当にしてないの。しかも人目でつかないタイプのね。そう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 、倉庫整理とか、ね、とか暗いところで、ね、そうそうそう、やってても言うな。裏でこういう、こういう、これは分からん。どういうのよ。これ何切ってんの。内職、いや、値札貼る。伝わらんよね。だから今やもうあれですから、みんな今日第一番出てもらってますけど、はい、僕はっちゃん、うん、今回はっちゃん寝るで、今きゅうちゃん、さんちゃん、やっちゃん、さんちゃん、ごちゃん、ごちゃん、こうじさんは寺かそうね、アクションっていうのは特番の、うん、1時間のドラマですよね、はい、今沖縄県さんの寺かは、寺かっていう作品があって、うん、QAB で特番で
あの作ったドラマなんですけれども、うん、まあ、3人のアイドルと、その一人のお父さんが空手家、うんうんうん、でその空手家同士の因縁に巻き込まれていくアイドルたち、うん、でそのアイドルが成長していくっていうドラマなんですけど、はいはい、その中で八木明人さん、はいはい、明人さんは俺昔から知ってて、うん、バンドやった時から、そうバンド仲間だったんだけど、本物の空手家になってて、いや逆でしょずっと空手家でしょあの人そうでもバンドやってた時そんなこと一切なかったの。へえー、あ、そうなんですか。18ぐらいの時から知ってるから、長い。そうだから俺が学ランでスタジオ入ってたりとか、学ランでライブハウスに行ってリハとかやってた時代から知ってるから。へえ。その時は空手家っていう匂いは全然なくて、琉球フリースタイルっていうバンドだったんだけど、はい、そこロカビリーの、うんうん、そのオリジナルのロカビリーやってたんだけど、いつの間にか俺も、まあ、バンド辞めて、うん、いつの間にか俳優になって、やがて20年か、うん、やがて20年経ったらもうこうやって空手家とそのアクション指導とかアクション監督で、うん、ね、一緒に。もう全然違うところの、そうそうそう、まあね、エンタメやってるのは一緒ですけど、うん、そうで、こっちとらさ、お芝居でしょ、うん、お芝居とそのエンタメでしょ、うん、あっちは本物だからさ、うん、本物だからこうパシッて受けるじゃん、うんうん、これがねまず攻撃になっててね、うん、だから、らしいですね、そうそう、もう岸本さんっていう方、俳優さんが、うん、一緒に対峙してたんだけど、でも岸本さんってボコボコで、俺サポーターしてくださいよって言ってたんだけど、大丈夫大丈夫ってパキンやってポコーンなって、サポーターはって言ってありますよっつってまあでも小渕さんのスタイル的にもそんな感じじゃないですか。そうね、俺のアクションスタイルは当てるからね。まあその話はちょっと後で詳しく聞きたいなと思うんですけど、どうですか、しょうよ、もうどうも、王様、王様王様だとしてもチースはダメだと王様だとしてもおかしい、チースじゃないんだ、よろしくお願いします、はい、どうでしたか。そう、3チャンネル RBC で、2月12日から放送、毎週夜8時から荘園王っていう、いい時間じゃない。あ、そうなんですよ、ドラマがありました。そこで僕アクション指導をさせてもらったんですけど、うん、アクション量としてはすごく少ないです、前回ね、3年前ですか、昭和史という、うん、はいはい、琉球歴史ドラマがあって、その第2弾というのが好きなんだけど、第1弾でアクション監督を、そうですね、外されて外されてじゃない、これがね、そうそう、これがね呼ばれなかったんですよ、大変だからね、大事だからね、呼ばれてほしかった、呼んでほしかったな、ね、出てるもんね俺も、いやもうめったくうるさねえですよ、もうね、悪いやつで、めっちゃ悪いやつで出て、そう、そこでアクション、昭和山でね、うん、アクション指導させてもらって、うん、でも初めての経験なので、すごく勉強になりましたし、何より、この昭和山の撮影前に、第一マンを撮影したので、うん、そこで、まあ、もちろん現場の大輔とか、あと荒川さんとかから、いろいろ教えてもらったので、うんうん、もう直でそのまま、その教えてもらったことが使えたから。第一番撮った次の日に荘園王撮ったの。次の日というか、でも本当にもうそれぐらいだったね。キンキンでした、ね、だからスケジュール撮るの前半じゃないとダメって言われて、慎吾さん前の方撮ってるもん。だからちょっと生えてるもんね。そうちょっと生えかかってるもんね。ね、どんなですか？今もう1話放送、今ね1話放送された時期なんですけど、はい、なんか周り反応誰か。あ、めっちゃある。あ、本当ですか？すごくいい。あ、すごくいい。ファンの僕の周りの反応すごくいい。あと最初 CM かと思ったらやけに長い CM だなって話は聞いた。第一番を見て、ああ第一番だって知ってたね。このシーンもやけに長いな。なるほどね。15分ぐらいだけど、ね、まだついてんだ。そっか、15秒 CM の第一番しか知らなくて、ドラマやるの知らなくて、安全第一位みたいな、ね、第一番で15秒で終わるかと思ったら15分あるわけ。すごいな。俺反応全くないな。嘘。本当ですか。うん、基本的に人との関係それは小池さんの問題でしょ。反応がおかしいよ、おかしいよ。いや本当にね、で俺ちゃんと俺が、ま、ほぼ行く漫画喫茶にちゃんと第一話のポスター貼ったよ。わかります。
あと俺の通ってるジスタスっていう自分にもちゃんと貼ったよ、はい、ありがとうございます。大島のポスターこの間キングス行ったんですよ、はい、試合見に。おこれ来て、うん、めっちゃ声かけられた。ほら見ましたっつって、普通のお客さんに。なるほどね。ちょうど放送の日に行ったんですよ、うん、あ今日見ましたっつって、うんうんうん、見てる席までこの、あの休憩のタイムの時に、うん、あの子供連れてお母さん、おお今日見ましたすごい、うわこんなのあるみたいな来てるな。これだ、コウジさん、これだ、これ来て歩きましょう。やばジスタスめっちゃいいじゃないですか、これジスタス、ジスタスだ。で、みんなも、うん、見てる人も、うん、みんなこれで歩けば、うん、宣伝になるじゃないですか。まあ、そうね。これだってもう、全国どこでも手に入るんですよ、これも。あ、そっか、もうネットでも公式オンラインストアがあるんで、うん、もう買えちゃう。みんなポチれるんで、僕らとお揃いがね。コウジさん、なんで嫌なんですか。んこれ着るなんで嫌なんですか。なんか俺さ、あの、これは俺の性癖、性癖じゃない性癖の話、性癖の話、俺の性格なんだけど、俺、もらったもの、着れないわけ。あ、へぇ、着れないわけ。だから、こんな T シャツとか、うん、めっちゃ取っとくタイプだわけ。なるほどね。あ、思い出の品というか、そうそうそう、記念品という形で取っとく。そうそうそう、だから着れないわけ、こんなん。もう一枚あるじゃないですか。そう、だから、あれ、もう一枚は、あれなの、袋からも出てない。あ、へぇ、俺袋から出てない T シャツ結構ある。へぇ、お下がりとかだったら、うん、あのお下がりとかだったら全然使えるんだけど、うん、なんか新しいものはさ、よ、俺汗かきだし、あ、すぐ汚しちゃってダメにしちゃうから。特にこんなのは本当に記念の一つですからね、うん、でもこんなのもいくらでもあるよ。もう後ろに段ボール何個もあるよ。いやいやもう来てこれ歩いてもらわないと、もううちこう、うん、なくなるよ、ここ。じゃあ、3名様にプレゼントします。おおおおお、ダンボール2パーよーし、3名、じゃあ、終わりました。3名様、じゃあ、もういや3名様にプレゼントします。Twitter、うん、Instagram、うん、Facebook、うん、YouTube の4つのアカウントを第一番持ってるので、うん、その4つのアカウントにダイレクトメールをしてくれた方の中から僕らが抽選します。ちゃんと、うん、みんな紙に書いて、紙に起こして抽選して3名様に。でも、うん、こんなとこもあげきれん。いやいや、これも、ま、これあげたらダメでしょ。これ届いたらどうする。うちにこれなかなかね、嬉しい。じゃあ体育館でしか見たことないと思う。ちゃんとした工業用のやつね。そう、上等やつだからちゃんとしたやつ。こんな、コーンとか何でもあげようとしないそれ、じゃあ急に OK 出たから美術費、待て待て待て、いいかな。いや、3つぐらいはいいよ。オープンしたばっかりだし、第一番ストアもね。しかもこれ着て歩いてくれるってことだね。そうそうそう、ぜひね。まあ、まだまだあの認知度の低いヒーローだし、放送も途中なんで、これ着てくれたらこれ何ってね、なるんで、うん、でももう早速も注文ボコボコ入ってるんですよ。おー嬉しい。なのでもう早もん勝ちなんでね、どん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 なくなり次第サイズ終了になっていくんで、うん、皆さんも早く注文よろしくお願いいたします。じゃあこれは初期ロットだけ。あ、あと1回だけ過ぎます。あ、それでも2回目すったら、うん、もう廃盤になるんだ。はい、次のデザイン。あ、もう次のデザインが続々と上がってきてるんで。お、だからもうあのどんどんデザイン代わりしていくと思います、うん、あの売れたら、うん、在庫が残って来年までこれが、ね、1回転目が売れんかったらちょっともう、いやだね、事務所がちっちゃくなってる。これはだって売れてほしいね。合コン、あの何、ああいうカメラじゃなくて iPhone になってる。そう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 、カメラも iPhone になってる。こんな綺麗に撮れてないはず。え、グッズって他にどんなのがあるの。いっぱいありますよ。これです。それこないだやったやつ。これが見てないよ誰も。だって一生懸命これの早食いやったんですよ。うちのアスカと2人であの再生回数伸ばそうと思って、はい、全然再生されない。これだって大地マンのグッズなのに。全然違う。あ、これそうなの。これグッズ、それペヤングって書いてあるんだって。だからだって現場の人ってもう大変じゃない。そうですよね。もう2142キロカロリーは必要なんですよ。あ、なるほど。じゃあこれマルカ食品のやつです。大地マン関係ないから。今度はじゃあ、あのこれ前編ですけど後編でじゃあやります。やろう。じゃあ、あの末吉浩二どんだけ早いかってみんなに知ってもらいたいんですよ。いや、そんなんだよ。いや、本当に弁当時間一緒に用意スタートで始まったら、うん、俺たちが蓋開けてるぐらい食べ終わってるぐらいの勢いだよ。え、ガッチャンじゃないですか。いや、本当に
コンビニのカルビ弁当があるじゃないですか、うんうん、これ実はですよじゃこれいつも言うわけよマジで本当にこれぐらいのサイズこれぐらい、ね、パカッて開けて、うん、お箸でサクサクって蜜に分けよったわけ、うん、何すんのかなと思ったら、うん、ご飯ごと全部一回でゴンゴブゴブ3口で食べよったなんで3口でなんでなんでこの人頭おかしいのかなと思ってなんかあるんですかいつも現場でしょ現場中だったよ一応、うん、でも現場だからさ僕らももう一生半分来てるぐらいの状態ああなるほどねもうほんと休憩時間も短くて3口ってでもこ俺ちょっと持ってると思ういやいやいやだってお箸でこんなして切り寄ったのに、うん、でもこれはするうんこれはする、うん、で一口もめっちゃでかいですかでかいよでもこれはもう後編でしか分からないどんな量俺たちが11分かかったうそいやでもこれ結構でかいねマジでいやでかいいや本当に一応今の予想でどれぐらいでいけるかで分かんない食ったことないか分かんないけどいや俺どんなに早くても5分6分だと思うどんなに早くてもでも11分ぐらいかかったでしょ11分かかったうん、だ俺は末吉浩二の凄さを知ってるからなるほどその予想までいやでも最近小食だわけ一応今ダイエット中らしいんですよあ、すいませんすいません今いやどの顔で言ってるばってこんな大きい体して私たちもほら今デブさん俺たち今ただのデブさん沖縄のぽっちゃりヒーローで僕は売ってますからもうだって当時ヒーローをやってた時に緑色のヒーローをやってる時も、はい、もう今より12、3キロ軽いんですよ今より12、3キロ軽い状態で、うん、作品中でぽっちゃりぽっちゃり言われるぐらいぽっちゃりってみんなに言われてた今より12、3キロ軽い状態コージさん青い時は俺もあん時80何キロぐらいだと思うよ今よりも何キロ今ね今デブマックスだから94キロでやっぱ10キロぐらい、うん、これどうするこれ大丈夫なんですかよおへぇだから、そう、だから俺もちょっと YouTube をアップしようと思ってて、はい、そう痩せていく様をで、痩せていく様を撮ってこのアカウントが急になくなる様を途中で諦めるんだめっちゃ怖い何があったんだよいや、俺たちだって何度も何度も何度も僕なんかもダイエット8年選手ですから、うん、長い間ずっとやってるよね痩せて太って痩せて太って痩せて太ってどんどん太っていく痩せる痩せる詐欺だもんでも俺言ってるずっと言ってる大地マンの撮影の時俺8キロ痩せて撮影臨んだんですよすごいもう撮影前からもう1ヶ月で8キロギューッ絞って撮影して、うん、撮影終わって9キロ太りましたやっぱこれでどん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 、うんそう、このね落ちて上がって落ちて上がって落ちて上がってってそうそうそう落ちなくなってくるから上がるのは早いんだけどそう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 不思議だから原油かか食べるとダメだよ逆にいやいやこれどうなってるんですかこの体逆に捕虜捕虜だったの誰に捕虜誰が捕虜そしたらなんか洞窟とか閉じ込められてたいやだからそんなだって食わないっすもんこんな2人みたいに俺たちも食ってない食ってるよいや俺も全然食ってない食ってるよ昨日と今日野菜しか食べてないあとサラダチキンいやもうちょっと食ってるよ2日間ぐらいだけどじゃあでも俺は太る理由を分かるわけ大輔さんに注意されて分かったんだけど、はいまあ、いろんな現場に一緒にコンビ組んでた時はいろんな現場に行ってて、ね、で2人だけの現場とかもあるわけでそしたらこういう感じのなんかちょっとそうそうそう控え室用意してもらって、ね、今日よろしくお願いしますみたいな感じでチャウケお茶とねそうそうお茶とチャウケがあって ありがとうございますっつって出ていく時に俺これ全部なくしてるわけ普通さ保育園行って、うんうん、お菓子これ、はい、あどうぞって言ったら、うんまあ、ゲンジパイ2つ食べるぐらいまあ、2、3個だよね、うん、あと、なんていうんだろうもう、本当にちょっとつまんで、でもちょっとつままないと、うん、もうね、何も食べないとあれだから、うん、で、こういうグラスの横にね、ちょっとね、このそう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 やっぱ、ね、いや、こんなんで来るわけもう、ドンってきて、バスケット控え室で、俺と喋りながら、1個開けて、口に入れながら、2個目開けるで、控え室にいるのって、着替えて出るまでの15分ぐらいなんですよその15分でこれがなくなるっていうチェーンゲンジパイそうそうずっとずっと、うん、カントリーマンカントリーマンしいなカントリーマンカントリーマンも食べきったらアルフォートアルフォートいったらゲンジパイ本当に、うん、でそれで俺はなくすのが礼儀だと思ってたから、うん
あの全部食べてたんだけど、大輔さんがこれ全部食べるもんじゃないっすよ、ちょっと切れ気味に絶対引いてるって保育園の先生たちも、そうなのご飯食べたことない人なのかなって感じですね。マジですごい、あの大一番の話してないもう多分ね、そっかそっか、もう1本終わってるよ、そっか、全然20分喋ってるから、そっか、じゃあここまでは、まあ、リハーサルとして、さあということで、うん、そろそろ大一番の話してもいいですか。もうカロリーの話しないの？何しに来た今日？家を誰も大一番見てないです。これはダメ。これは絶対ダメ。見てる見てる。サムネ、俺サムネ、この YouTube のサムネ、アクション座談会って書いてある。あ、そう。なるほど。そうか。そういうことか。アクション監督さ、はい、3人揃ってさ、アクションの話しよう。そうだね、カロリーの話しかしてないよそうだね、言っとくけど俺主犯じゃないから、主犯だったよカロリーの話をしたのは聞いてくれるから嬉しくて喋ってしまうわけがアクションの話、はいはいはい、これ、コウジさんのパンチ力に下がってる、嫌だでも顔面とか殴らないよ、嫌だ、カピカピのキテアングル来たね、ごめんなさい、みんないいのさ、うっそ、安全第一、第一マンストア、オープン。キャラクターオリジナルタオルやキッズ、大人用の T シャツまで豊富なラインナップ、詳しくは第一番公式ストアを検索。第一の字は知るだよ。